フリードリヒ・マックス・ミュラーフリードリヒ・マックス・ミュラーはドイツに生まれイギリスに帰化したインド学者、東洋学者、比較言語学者、比較宗教学者、仏教学者。1860年から1880年代まで大雑把なことを言えば神話や宗教に関心を抱くようになった人々はその領域がマックス・ミュラーの神話理論によって完全制覇されていることを 知らなければならなかった。と言われている。父は、詩人として知られるビルヘルム・ミュラー。イギリス首相を4度務めたウィリアム・グラット・ストンとは、親友であり、ビクトリア女王とも親交があった。息子のビルヘルム・マックス・ミュラーはドイツで学んだ後、アメリカへ渡り、エジプト学の研究者になった。フリードリヒ・マックス・ミュラーは1823年12月、デッサウに生まれた。 フリードリヒ・マックスという名前は、母親の年長の兄がフリードリヒであったことと、父ベルヘルムの有名なオペラ、デア・フライシッツの中心となる、登場人物マックスに由来する。メンデルスゾーンが名付け親であるとも、ミュラーが生まれた後に刊行された詩集が、シューベルトの刊名を呼び、1825年に作曲したという、詩人であった父ベルヘルムはミュラーが4歳の時に死去する。 1829年、ミュラーは父の影響で詩や音楽に関心があり、ライプチヒのニコライスクールでは音楽と古典の勉強を続けるも、知人であったフェリックス・メンデルスゾーンは別の進路を進めた。ミュラーはライプチヒ大学に入学し、1843年20歳の時に哲学博士号を取得。さらに、ベルリン大学でサンスクリット学者、 フランツ・ボップ、哲学者、フリードリッヒ・シェディングに学び、フランクフルトでは、アルトル・ショーペンハウアーに会っている。しかし、ミュラーに、最も影響を与えたのは、ウジェーヌ・ビュルヌフ。1850年に、オックスフォード大学教授。1854年には、現代書語のタイラー・コーザ教授。1858年、オール・ソウルズ・カレッジのフェローとなる。 1860年、サンスクリットのボーデン講座教授の地位を、モニエル・モニエル・ウィリアムズと争って破れるが、1868年には、ミュラーのために比較文献学の講座が開設された。1870年、講義において、ダーウィンの進化論に対して、人間と動物は言語によって、明白に隔てられていると強調する。友人であったジョン・ラスキンもこの考えに支持している。 1873年、それに関する手紙をダーウィンに直接送っているようだが、ダーウィンに対しては全体的には熱心な読者だったようだ。1875年、ミュラーは1875年に退官。1879年には、東方聖書前後10巻の刊行がスタートし、1894年に完結する。1881年、 カントの純粋理性批判を翻訳する。カントの思想を直接的に忠実に表現した著作として純粋理性批判を評価した点でショーペンハウアーと一致する。アーリアの世界においてベーダから始まりカントの純粋理性批判で終わったと考えたようである。1887年ザ・サイエンス・オブ・ソーと観光。言語を要素ごとに分類し参照では カントの哲学について、4章では人間と動物を分ける言語という壁について論じている。1893年、パリの東洋学のメッカである偽名博物館で仏教関係の資料の調査と研究を行うことを目的として通した時法流は短期間イギリスにも訪れオックスフォードのミュラーを訪ねている。1900年、 イギリスに渡って以来オックスフォードに住み続けたミュラーは、同地で死去した。ミュラーはまた、ルドビコザ・メンホフや、レフトルストイと信仰があった、ウラジーミル・マイノフの影響を受けたエスペランティストの一人だった。ミュラーが支持したビュルヌフの意が、人種差別主義者で悪名高かったようにミュラーもまた、そういった思想に影響された。ミュラーの研究は、比較神話学に影響を与え、さらに、 共通起源を持つとされたインド人とヨーロッパ人にはアーリア人の名称が与えられ、その実在と拡散というモチーフを持つ歴史観もまた拡大した。これはヨーロッパの卓越性を証明づけるものとしての人種主義的な要素を含むアーリア神話となって広大に学問的のみならず社会的、政治的にも大きな影響を与えることとなった。ミュラーは仏教の用語、 つまり当時はびこっていた仏教ニヒリズムという図式を拒否し、仏だと仏教をかばった。ミュラーは神話を言語の病によって生じたと主張し、また、インド神話とキリシア神話の固有名の間に対応関係が見出せるとした。さらに、陰謀語族神話を対応神話として読み解くことを提唱、同様に神話を暴風神話として読み解いたアダルベルト、クーンらと共に、 自然神話論的な解釈を展開した。ミュラーの言語偏調とも言える、こうした学説は、その後、マンハルトラの儀礼を重視する神話の研究者たちにとって代わられ、両者の影響を受けたフレーザーを継いだ人類学的な解釈などによって明確に否定された。ミュラーの研究は現在では帰り見られないもの、一時は一学派を形成し、現在に至る。 神話学の流星に火をつけた。ありがとうございます。